2対0でオリックス、18日2対0でオリックス、ゲーム差1で今日の試合、東浜対どうなるのかっていうね、一戦でゲーム差なしになるのか、もうね、絶対山本では負けれないっていうね、試合、17日2対0でオリックスね、山本、9回114球、4安打7三振、1四球無失点、完封、ガッペッチ。期待通りの活躍、まさにエースです。オリックスはね、初回立ち上がり、中がね、レフトへホームラン、で、3回トングがね、センターへ犠牲フライっていうところでね、しっかり得点を重ねてね、まあ、ここもね、ワンアウトからね、中川初回ホームランで3回はね、ワンアウトから野口がライト前ヒット、で中川吉田フォアボール、フォアボール、これ痛かったね。で、トングがセンターへの犠牲フライっていうところできっちりとってね、2対0で、千賀が負けるっていうところだけども、この日ね、カンテルで、マスター岡田さんとかね、森脇さんとか見たで、野球ね、座談会ですよ。見ながら大阪日帰りして帰ってきましたけどもですね、そこでね、やってた試合ですけども、まあ、千賀もね、悪くなかったよ。宮城も良かったけど、その中ね、3回裏、ね、この日のね、ラッキーボーイ、西野。3回裏、7番西野がレフト前ヒット、両チーム通じて初ヒット、ね。で、紅林送りバント。で、伏見の時にワイルドピッチ、これ買い止めれたよ。ちょっと前大きく弾いてね、西野、グッソーリー、ね。で、その後伏見ね、最後スライダー見逃し三振でね、まあ、フォーク来てから脳が反応しなかったね。で、福田、2アウト2、3塁から、追っつけて、俺はインコースまっすぐもよかったかなと思ったけど、放送内で言ってたけども、ね、変化球あまり入ってセンター前、福田、グヒット。この1点、しかも4回にも、ワンアウトからね、中川フォアボール、吉田ライト前ヒット、で、ワンアウト1、3塁になって、トングーが初球のね、変化球抜けてきたところをセンターきっちり犠牲フライ、グーッと2試合連続、この2点目ね、大きかったね。その後、もうほぼほぼチャンスなかったけども、しっかりね、投げ切ったっていうね、宮城中5日っていうところもあるし、5回で変わって、その後ね、宇田川、山崎総一郎、阿部、ワゲスパック、グッページ。ね、まあ、宇田川ね、ちょっとね、ピンチも作るけども、そこでね、しっかりね、崩れないっていうところは。だから、宇田川、育成上がりのルーキー、素晴らしい。もしね、新人王の資格のラインまで投げさせなかったら、来年、新人王候補、ヒットだね。それぐらい、素晴らしい。結果は2連勝。Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done.